歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身のブログを更新。この日、團十郎さんは、すっきり最終回でしたね、と題し、日本テレビ系すっきりの最終回が31日に放送され、感謝の気持ちを綴りました。加藤さん、アナウンサーの皆様、出演者の皆様、日テレの皆様、関係者の方々、本当にお疲れ様でございました。17年も、そんな時が経ったのですね。改めていろいろな場面が思い出されます。ありがとうございました。スッキリに関わった皆様も、17年という月日を共に過ごしたのですから、さぞ名残惜しいお気持ちだと思います。明日からスッキリのないことにスッキリとはしませんが、おのおのの新たな門出、それもとても楽しみですね。本当に17年間ありがとうございました。心よりお疲れ様でございました。と綴り、ブログを締めくくっていた。この投稿にファンからは、本当にお疲れ様でございました。スッキリは特に團十郎さんファミリーを取り上げてくださってましたね。17年間お疲れ様でした。ありがとうございました。ずっと見ていた番組なので、今日たまたま拝見して知り、驚きました。團十郎さんを知り、応援するようになったきっかけもスッキリだったので、とても寂しい気持ちです。と、たくさんのコメントが寄せられていた。心よりお疲れ様でございました。市川團十郎白猿。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。